ジュリアン・ベーシャーは日本の実業家。アメリカ生まれ。マクダーミット・パフォーマンス・ソリューションズ、ジャパン株式会社代表取締役社長。ボディコート、ジャパン株式会社元代表取締役社長。PPG ジャパン元ナショナルセールスマネージャー。米国カリフォルニア州サンフランシスコに生まれ、ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外で育ち、ペンシルベニア大学、ウォートンスクールでビジネスと、 日本語、美、在学中に、京都日本研究センターへ留学する。卒業後 PPG インダストリーズに、セールスエンジニアとして入社。入社3年後に PPG インダストリーズ、日本法人である、PPG ジャパン株式会社での勤務を機に、日本での生活を始め、20年にわたり、日本で暮らしている。2008年、 ボディコート PLC の日本法人設立に際し、ボディコート、ジャパン株式会社代表取締役社長に選任される。その後、化学品業界に戻るためにヘッドハンティングされたことを受け、2013年2月ボディコート、ジャパン株式会社代表取締役社長を退任。同月、日本マクダーミット株式会社代表取締役社長に就任した。日本では、 大学などの学校を卒業した方のことを社会人と呼びますね。でも私の故郷のアメリカではその呼び方はありません。それはおそらく学生でも社会に貢献する機会が多いからでしょう。日本ではまだその機会が少なく、これから社会貢献をスタートするという方も多いと思います。ジュリアン・ベーショアは就職活動について2010年6月3日、 長野県飯田市で商談を行う模様を2010年11月19日ヒルトン名古屋で開催された国際イベントの司会を務める2014年9月5日神奈川県川崎市のイベントで冒頭の挨拶をする模様現在の趣味は電気読書及び自伝読書歴史2未来学に関心ありがとうございます